彼女が水着に着替えたらは、1989年に公開された原田智代主演の日本映画。私をスキーに連れてって波の数だけ抱きしめてとともに、バブル時代に公開されたホイチョイプロダクションズ原作のホイチョイ三部作の第二作。ウィンタースポーツをテーマにした前作とは変わって、マリンスポーツをテーマにし、湘南エリアと東京湾内を中心にロケが行われた。 バブル景気絶頂期の作品らしく、広告代理店の電通が中心になっていった、プロダクトプレイスメントを目的とした、企業タイアップが非常に多いのが特徴である。アパレルメーカーに勤める田中真理子は、同僚の石井康代から、クルーザーパーティーに誘われる。二人は、相模湾でパーティー仲間とダイビング中、彼らとはぐれてしまう。元のポイントを求めてさまようう,うちに、 偶然海底深くに沈む飛行機ダクラス DC-3 の残骸を見つける。二人が、あわや遭難という時、偶然通りかかったヨット船、つばめ号の大塚と吉岡文夫に救助される。つばめ号のクルーが溜まり場とするクラブキッチンに招かれたマリコとヤスヨは、壁に飾られた飛行機の写真に目を奪われる。その飛行機こそ、ヤスヨとマリコが海底で見つけた。 DC-3 であった。ことの真相を察知したツバメ号のクルーは、安代とマリコを問い詰め、飛行機の場所を問いただす。この DC-3 には、ツバメ号のクルーが長年追い求めてきた、あるものが積まれていた。発売元はすべて大したレーベルである。ありがとうございます。